さんデビュー30周年記念スペシャル、ということでですね、本日はなんと峰真嗣さんのご自宅でインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ようこそ。いや、とても綺麗なお家ですね。いやいや、ちょっと恥ずかしいですね。いや、もう私こそもうちょっと緊張しておりますけれども。全然リラックスしてください、ね、ありがとうございます。ということで、峰真嗣さん、改めましてデビュー30周年本当におめでとうございます。ありがとうございます。いやー、私も、ようやく30周年、ここまで来れました。これもすべて、私を応援してくださった方々、支えてくださった方々のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。そして、私事ですありますが、30周年を記念いたしまして、こちらの2枚のシングルを出させていただきました。こちら、はめしぐれ、こちらが、あえぎ声、こちらですね、2枚、ぜひ皆さんに聴いていただきたいです。こちらシングル2枚出されるということなんですけど、はい、これ収録されている楽曲はどういったことを描いた曲なんでしょうか。こちらですね、私が、昔からずっと忘れられない女性、もう片方は、ずっと近くにいる女性、ただ思いを告げることができない、こういった女性に向けた曲になっております。なるほど、切ない男女の恋模様を描いた楽曲になっているんですね。そうですね、私の熱い熱い思いが詰まってますので、ぜひ聴いてください。ぜひね、皆さんもぜひこちらの CD を買っていただいて、お家でお楽しみください。ということでですね、30年ということなんですけども、はい、こっち30年にかける思いなんてものはございますか？そうですね、僕が30年前、立山師匠に弟子入りしてからね、はい、本当に過酷な30年間でした。何回立山師匠にね、怒られたか分かんねえ、俺も。あ、そうだったんですか。もう殺されるんじゃねえってくるね、怒られたこともあったからね。すごい。もうね、極貧生活を送ってまして、俺も演歌歌手ダメなんじゃねえかと、もう演歌俺向いてねえんじゃないかと思う時期もあったけど、おっかがよ、おっかが、真嗣の歌声は本当に綺麗だねって、真嗣の歌声はね、全世界の人々を笑顔にするよっておっかが言ってくれるんだよ。その言葉胸にね、30年間走り抜けました。なるほど。もうね、辛い下積み時代からやっぱお母様の思いと一緒に駆け抜けた30年ということなんですね。うん、そうだね。峰真嗣さんといえばですね、なんといってもお若い。でもありがとうございます。よく言われますね。今年でちなみにおいくつになられたんですか？今年で、65歳になりました。見えないですね。本当にお若い。そうか、ありがたいね。峰さんといえばですね、もうやっぱ皆さん気になっていると思うんですけど、若さの秘訣は一体何なんでしょうか？若さの秘訣は、それね、ズバリ女食い。女を食って食って食れまくる。毎日女を食う。いついかなる時も女を食う。どんな女でも、どんな場所でも、女を食らう、食らいまくる、これが若さの秘訣。なるほど、素晴らしい。ぜひね、これを見ていただいている方は覚えてください。女を食う、女食いこそ、若さの秘訣。なるほど、いつまでもやっぱ若々しい心を持ち続けるということが、女を食らうっていうことだったかね。なるほど、若々しい心を持ち続けている峰さんなんですけれども、食生活で気にされていることとかはございますか？やっぱね、若さを取り戻す食材といえば女。なるほど、ズバリ女だね。3食欠かさず食べるという、女を食う、若い女だ。なるほど、なるほど。若い女がね、一番若くなるんだよ。新鮮なね、食事をする、若い女を食えば食べる。そう、素晴らしい。本当だよ、これは。峰さんといえば、峰さんといえばですね、演歌でやっぱ力強い歌声、これに限りますよね。本当、歌声が美しいんですけれども、そういったことで維持されていることとかはございますか？俺はね、毎日ボイストレーニングしてるんだよ。あ、そうなん
ですか、うん、毎朝起きたら1時間ボイストレーニング、うん、そうなんですね。そう、起きたらね、喉がちょっと痛んでるからこうちょっといたわってやって、その後に1時間必ず30年間ねボイストレーニングしてきたんだよ。すごい、やっぱデビュー当初からあのコツコツと積み重ねてきた努力で今の美声が出来上がっているということなんですね、うん、で1時間ボイストレーニングした後ボイストレーナーを食らう。素晴らしい、峰さんは食らうんだよ。もうね、努力の狂いまくる努力のお人だということですね、本当に。あのね、はい、これはね、はい、ボイストレーナーを食らった時の曲になります。こちらですね、あの皆さん、あの今発売されておりますので、すごい声出すんだよ、ボイストレーナーの方。おります、30周年思わず曲にしちゃったよ、俺。特別シングルということで食らうっていうのが大事だね、あ、素晴らしい、ということで、あの男性食らったことある？あ、ちょっとすいません、はい、食らってみるといいよ、女性も。頭の先からつま先まで、女を抱き寄せ食らいつけ、乳をしゃぶってはもみしだけ。そしたらですね、あの皆さん、なんとお時間の方がやってまいりました。ほら、もう時間が来てたかな。とても身になる話をたくさんいただけましたので、本日は、はい、30周年、うん、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ということでですね、30周年記念特番、うん、本日終了でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に、いや本当にありがとうね。本当にありがとうございます。いや全然、いやもうね、ありがとうございました。美味しいお酒はね、はい、あるんで、うち、おい、美味しい、女性スタッフいる？